ャンネル。はい、今回ですね、なんとインターンのお礼状の書き方についてということですが、当チャンネルで就活状況を追っているですね、現役就活生のカツオくんも結構いろんなインターンですね、夏から秋冬参加していると言ってましたけれども、果たしてね、このお礼状ちゃんと出してるんでしょうかと。台本に載ってるんで僕もやってますけど、なんかいるそんなこれやったら確かにパンチありますね。いや確かに来たらすごいインパクトありますけど、うん、狙いすぎ感はありますけど、本当にうち来たいんだなって思いますよね、ここまでやると、か賢いというかね、したたかなんだな、本当に素直なのか、どれかは分かんないですけど、嬉しいわけですよね。人事の性格次第ですよね、はい、だって神本さん前回ね、初チャンネルのゲストがいらっしゃる時に手土産持ってくれる来てくれる人と違う人がみたいな話してたり、はいはい、あれ言ってから結構皆さん持ってきてくれる逆に気まずいんですけど、でも持ってきてくださったら嬉しいわけじゃないですかいやまあそうですね、当然なのマストじゃないんですけど、面接終わった後毎回面接官に手紙書くでもあります、本当にたまに年間に数件ですけど。なるほど、はい、対面の時って当社の必ず名刺を出してるんで、学生さんに面接後に手書きのえらい枚数のやつとか、いやすごいなと思いますよ。何がすごいって、僕絶対誤字るんで、誤字脱字せずにこの枚数書き切ったのまずすごいなっていう尊敬から入りますし、ファンから手紙もらったらどうですか。嬉しいです、ちゃんと全部読みますよ。やっぱ印象良くなる。書いてある内容にもよりますけど、内容によるっていうめちゃくちゃハードル上がる。事務所に提出するものとご自身で保管されるものって分かれるんですか。分かれますね。今までもらって家にちゃんとあるプレゼント、印象的なのは Amazon ギフト券。あーでもいただきますね、ありがたいですね。そういうのが一番いいよね、確かに。本当にそう、ただのお金だからね、そうですね、ギフト券系は本当にありがたいんでお待ちしてます。水着とか下着とかそういうのくれる人もいない。あ、でもそれはありがたいです。あ、それありがたいんだ。私は着る派かも。多分ね、女の子にもよると思いますけど、ぬいぐるみとかお守りとか、あーなるほどね、になってくるとお守りとかちょっとえぐいよね意外とお礼状ってなんかベタじゃないんですかね。ベタじゃないですねやった方がいいんだろうなとか、やらないよりやった方がメリットあるんだろうなって思ってる人は多いと思うんですけど、やっぱ実際に行動に移して実行してる人はすごく少ないですかね。メールだと多い。メールも、いや言ってもそんな、多分当時とかでも面接のお礼のメールくれる方多分 5% とかじゃないですか。せいぜい 5% もくれるんですか。比較的私終盤の方で登場するので、っていうのもあるかもしれないですけど。確かに終盤の面接だったら学生がもうサンクコストが発生してるんで、はい、落ちたくないですよね、一時面接より。いや全部落ちたくないと思いますけど手紙メールの他にどんな種類がありますか。メール手紙ぐらいじゃないですか一般的にはFacebook で友達申請来てとかもありますね。電話でお礼するのは微妙ですか。電話基本迷惑ですから。電話ってなんかその双方向コミュニケーションなんで、必ず受かってるわけじゃないわけじゃないですか。ちょっと気まずさはありますよね、正直ね。メッセンジャーとかチャット系はマジで全くプラスにならないイメージです。飲んだ次の日とかに、はい、昨日ありがとうございましたってメッセージくれる人、僕もなんか面接とかじゃなくても、はい、若手から来たりする、メッセンジャーなんてビビビって5秒でできるから、全然それが来たことによっていい悪いとかあんま思わないです、メールだと同じなんですけど、なんかちょっとちゃんとしてる感があります、はい、特にその法人営業とか年配の方とか年齢高めの経営者の方とか相手にされてる会社だと、やっぱり手紙重要視してるカルチャー結構あるんで。確かにそういう会社はおっさん相手の場合は手紙にした方がいいめちゃくちゃ丁寧に言ったのに一言でもではそんなお礼状の書き方ですね、見ていきましょうと。統合ですね、手紙の初めに書く言葉ですね。2つ目が挨拶と名乗りを書いて本文でからの結びでの挨拶、年号月日署名そして宛名ですね。ここまでやれなくてもいいとは思いますけどね、正直ね。野村証券の営業は巻物を送りますからね書いて、昔あの社長宛てに来たものを社長がこう社メール取って全社宛てに、こんなん来ててすごいぞ、見習った方がいいぞみたいなのははるか昔ありましたけど本文では、まあ、実際インターンで何を経験して何が印象に残ったかですね、嬉しかったことなど前向きな感想を書いておくといいんではないかなと思います。インターンって言ってもね、なんかワンデーとかで別にこれはいらんと思いますよ。なんかいわゆるすごい長期インターンとか、ね、複数日程とかでものすごくお世話になったなと思ったら出したらいいんじゃないですかぐらいで、全然これマストじゃないんで、変にね工数増やしてもですし、ちょっとそのあたりはバランス自分でうまく考えてください。続いてメールの場合の文章ですね、まあ、メールぐらいはしっかり送ったらいいと思いますけど、一番最初に宛名が来るところ以外はほぼほぼ一緒ですかね。
このフリップ概要欄からダウンロードできるようになってるみたいなんでご活用いただければと思いますが、手紙の場合、はい、その用紙や封筒っていうのはやっぱシンプルなものの方がいいんでしょうか。あ、シンプルなのがいいですね。なんかディズニーみたいな、うん、ダメです。あ、ダメなんだ。ビジネスなんでね。そうですよね。さすがに1点注意でいくと言うと、基本的に白のお礼状とかだったら白い封筒ですかね。あの茶封筒ってなんかこう事務的な感じのものなので真っ白な封筒の方がよろしいかなと思いますけど、続いて、お礼状書く際のポイントですね、見ていければと思いますが、フリップご覧ください。インターンとして学んだいたことを書くと、入社意欲の高さを伝える、メールの場合はインターン参加の翌日までに送る、ワンデーインターンでもお礼状を出すと丁寧な印象になりますよと。まあ丁寧ですけど、ワンデーでお礼状まではいらんのではないかと個人的には思っちゃいますけどね。株本さん、熊谷さんはお礼状をもらったことはありますか？僕はないですね。ありますね。すんごい丁寧なのが。どんなことが書いてあったら嬉しいなとかありますか？テンプレっぽくないものですかね。まあそこまでわざわざ手書きで書いてくださってるんでテンプレだったことはないんですけど、当社特有のとか、この前こういうお話でこうでしたっていう、当社用にちゃんと書いてくれたんだなっていうのが伝わってくるといいなと思いますけどね、うん、はい、すごくイケメンです、書いてあったら嬉しいな。褒め滑ったからいいよここはノーカットでお願いします今日は二日酔いじゃなくてコンディションバッチリって言ってたんですけど、なんか、うん、おかしいな、あんまりキレがおかしいな本当にお金とかね、そんなにたくさんかけてっていう必要はないんですけど、メール一通だけとかお礼を出さないでした方がねいいですので、それが直接先行直結することはあまりないかもしれないですけど、丁寧な印象を与えますしね、評価が下がることはないと思いますので、積極的にご活用いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。